おはようございます。数学のお供に朝から古文単語、本日はうるせしを紹介します。この単語は全日本紛らわしい言葉選手権大会で優勝しております。非常に紛らわしい単語なのでしっかり覚えましょう。うるせしという古文単語にはプラスの意味しかありません。うるせえなという汚い言葉遣いではないということをしっかり押さえましょう。現代語訳は優れているとか巧みだと訳します。その一方でうるさしという一文字違いの古文単語があるんですよ。これはまさにマイナスの意味で取ってあげて面倒だ、煩わしいと訳します。本当にこの訳し分けこそが煩わしいですよね。おまけをつけておくんだったらうるさしだとしてもうるさいなという音声にまつわるようなニュアンスは古文単語にはありませんので、そこも含めてしっかりと気をつけましょう。混同しないように覚えることがとっても大切なうるせしでした。ということで復習大変ですけれども頑張りましょう。それでは今日もいってらっしゃい。